それでは3レース出走をご覧ください。 1100m 競走で出場の選手をご紹介いたします。1番花田和樹、2番松村誠、3番戸塚茂、4番西久保秀幸、5番伊藤博之、6番磯部雅樹、7番鈴木昭夫、8番吉田優也、以上8名の選手でございます。第3レース試走の模様をご覧いただきました。その第3レース投票締め切り時刻をご案内いたします。締め切り時刻は11時44分、です。発走予定時刻は11時47分です。どうぞお早めのご投票をお願いいたします。カメラが捉えていますのは5番車伊藤博之選手です。本日お誕生日を迎えました。今日はどんな戦いを見せるでしょうか。1番花田和樹浜松ハンデゼロ、2番松村誠伊勢崎ハンデ30、3番戸塚茂浜松ハンデ40、4番西久保秀幸山陽ハンデ40、5番伊藤博之伊勢崎ハンデ40、6番磯部雅樹山陽ハンデ50、7番鈴木昭夫浜松ハンデ50、8番吉田優也川口ハンデ60。以上のメンバーで第3レース一般戦 B が行われます。3レース出走タイムです。1番花田和樹 3.44、 2番松村誠 3.41、 3番戸塚茂 3.41、 4番西久保秀幸 3.43、 5番伊藤博之 3.41、 6番磯部雅樹 3.40、 7番鈴木昭夫3.41、 8番吉田優也 3.37。 繰り返します。1番 3.44、 2番 3.41、 3番 3.41、 4番 3.43、 5番 3.41、 6番 3.40、 7番 3.41、 8番 3.37 です。外の様子ご覧いただいております。
11時18分現在の気象状況、天候晴れ、気温32度、1度上がりました。湿度は 63%、 ただ総温度の方は3度下がって45度となっています。日差しはそれほど強くはありません。現在は少し薄雲にその太陽の日差し遮られている状況です。走路状況はもちろん両走路、風速は 4.0、 現在4メートルの発表です。新人選手の試走タイムがどんどん、ね、はい、自己ベストを、そうです、ね、はい、マークする形になってますけれども ね、この3レースは花田選手登場となりましたが、はい、3.44 の試走タイムはまたぐっと自己ベストを更新したということになります。そうですよね、原田選手初勝利を目指しての戦いが続いておりますが、今日はどうか。3レース一般戦 B オッズご覧いただいておりますが、1番花田和樹選手、現在人気集めています。走タイム 3.44、 自己ベストタイムです。1番時計は8番車吉田優也選手、 3.37 走となりました。走タイムはかなり花田選手も含めて拮抗しております。さあ、ファンの皆様が花田選手の初勝利に期待するオッズとなりました。どんな動きとなるのか、今節は初日はご自身の中でも納得できる動き、ただ7着になってしまいました。昨日レース後お話を伺うと、一言、滑りました、非常に悔しい一言にじみ出ていましたが、今日はどうか。試走タイム通りの動きをレースでも6周回してほしいところです。こうして皆さんの人気を背負うというところがね、なんかちょっとこう嬉しいですし、この試走タイム出したならばここはっていう風にね、皆さんが期待をかけるのもよくわかりますしね。そうですね、はい、なかなかどうでしょう、デビューしてから着取りの方は数字大きいですけれども、ただ食らいついていく姿勢、まあ、この発着が続いていないというのもそこかなと思いますけれどもね、はい、少しでも負けないようにって思うね、その気持ちは伝わる走り連日してますからね。これでポンと一つ取れるとね、随分とまたね自信につながるっていう感じありますけれどもね、まあ、本当にオートレースが好きなんだなというのが伝わってくる、そうなんですね、はい、そんな花田選手ですけれどもね、憧れの舞台でまず一つ初勝利、はい、早く上げたいでしょうね。そうですよね、1回戦終わった後、まあ、今回話を一番初めに聞いた時にはもうとにかくデビューできたことが嬉しかったと、まあ、そんな、ね、お話もしていましたけども、本当に目がキラキラ輝いてますよ ね、スタートラインについていることが信じられなかったというお話も、ね、うん、していましたけども、もう選手なわけですからね、はい、まずは初勝利してほしいところです。ただもちろん先輩選手たちは簡単にはそうはさせません。30戦松村選手も試走タイム 3.41、 まずは早めにこの花田選手に追いつきたいところです。そうですよね、近況ちょっと苦しい戦い続いているその松村選手なんですが、まあ、前にね一社目標いますからね、そこを追いかけてペース上げていきたいですね。40戦3社並びはスタート展開から大事です。一番内戸塚選手は初日3着の成績があります。まあ、その戸塚選手はこの40角度があるので、スタート先行できるかできないかで随分これレース内容変わってきますね。西久保選手とかこうちょっと先に行かれてしまうと抜きづらいタイプの選手ですからね、まあ、ここはしっかりとスタートを切っていきたいところです。まあ、隣 その西久保選手なんですが、まあ、昨日もうまくいかずということでエンジン手を入れています。シリンダーピストン交換したり、ヘッド周りスプリングを調整したり、電気位置扱ったりといろいろとガラッとこう扱ってますからね。ご本人の言い方というならば何年関連しちゃうよというふうに、ね、おっしゃってましたけどもね、はい、まあ、これだけ手を入れていますから、まあ、結果につなげたいところ、まあ、いい時は思想よりレース足ありますからね。後ろから追う選手にしてみたら、この西久保選手がご自身のこのペースツボにこうはまってしまうと結構抜きづらいですからね。でそしてその隣につけるのが本日バースデーお誕生日を迎えました伊藤博之選手です。まあ、40の外、まあ、これで新人選手がデビューしてきましたので、こういったハンデで、ハンデ構成で戦うこともね、今までちょっと前がなかったですから、久々ということで、スタートの練習もしっかりとしてタイミングなどもね確認していきたいと思いますというようなね話も出ていました。
県境 2,3 着という成績が多くて浜松入りしましたけども、浜松ではまだ3レース出走をご覧ください。1100m 競走に出場の選手をご紹介いたします。1番花田和樹、2番松村誠、3番戸塚茂、4番西久保秀幸、5番伊藤博之、6番磯部雅樹、7番鈴木昭夫、8番吉田優也、以上8名の選手でございます。第3レース試走の模様をご覧いただきました。その第3レース投票締め切り時刻をご案内いたします。締め切り時刻は11時44分、です。発走予定時刻は11時47分です。どうぞお早めのご投票をお願いいたします。カメラが捉えていますのは5番車伊藤博之選手です。本日お誕生日を迎えました。今日はどんな戦いを見せるでしょうか。1番花田和樹浜松ハンデ0、2番松村誠伊勢崎ハンデ30、3番戸塚茂浜松ハンデ40、4番西久保秀幸山陽ハンデ40、5番伊藤博之伊勢崎ハンデ40、6番磯部雅樹山陽ハンデ50、7番鈴木昭夫浜松ハンデ50、8番吉田優也川口ハンデ60、以上のメンバーで第3レース一般戦 B が行われます。3レース出走タイムです。1番花田和樹 3.44、 2番松村誠 3.41、 3番戸塚茂 3.41、 4番西久保秀幸 3.43、 5番伊藤博之 3.41、 6番磯部雅樹 3.40、 7番鈴木昭夫3.41、 8番吉田優也 3.37。 繰り返します。1番 3.44、 2番 3.4、 そして吉田優也選手にもメッセージ届いています。まさみさんからです。残念な着が続いているけど今日こそ最重班から7車抜きできますように頑張ってねといただきました。どうもありがとうございます。確かにちょっと苦しい戦い続いていますけれども本来の実力発揮といきたいところです。試走タイムは1番時計をマークしました。そしてこの第3レース1点だけ10倍を切っています。3連単2連単合わせても10倍切っているのは1点だけ。2連単で1番3番が 7.1 倍となっています。
1番車新人2級車花田選手がそのまま押し切って2着には3番車の戸塚茂選手へといったところですね。こちら 7.1 倍1番人気、1番2番松村選手が2着にといったところが 10.7 倍と続き、1番8番吉田優也選手が2着に追い上げてといったところが 15.3 倍です。3番車頭に8番車へとすると16倍ちょうど。さあどんな戦いとなるのか、皆さんが注目している花田選手からソロに登場してまいりました。実況でお伝えいたします。3レース1番人気に押されたのは新人2級車花田和樹、デビューここまで7走を終えました。結果としてはまだ残せていませんが、今日は試走タイム 3.44、 自身最速タイムをマークしました。初勝利を目指して今節は確実に上積み、ご自身でも手応えを感じています。今日は記念すべき日となるでしょうか。では3レースメンバー紹介していきます。ゼロ戦が新人2級車1番花田和樹、30戦2番松村誠、40戦3番戸塚茂、4番西久保秀幸、5番伊藤博之、50戦6番磯部正樹、7番鈴木明夫、60戦8番吉田優也、以上8名のメンバーです。1番花田和樹が人気の中心、 3.44 の試走タイムです。試走タイム1番時計は8番吉田優也、 3.37 マークとなっています。第3レースの発走でございます。3連単123、1番人気は 25.0 倍です。3レース発走です。スタート5秒前、3秒前、3レース一般戦 B スタートしました。並んだスタート40戦は真ん中です。4番の西久保がトップスタートで3番手、3番の戸塚は4番手発進となりました。50戦は枠なり、6番の磯部、7番の鈴木明夫となっています。8番の吉田優也はどのあたりで車群に取り付いていけるかどうか、1番花田がさあひたすら逃げのペース上げていけるかどうか、2番の松村が2番手、3番手は4番西久保、外からまくりに行った3番の戸塚、その後ろに5番の伊藤博之となっています。戸塚がまくり切って3番手か、しかし4番西久保も内からもう一度抵抗します。そこから後ろですが、まだ6番磯部が6番手、7番鈴木明夫、最後方車群に取り付いて8番の吉田優也。レースは3周目、1番花田まだまだ大きなリード、追いかける2番の松村、3番手4番の西久保、まだ3番手キープ、3番の戸塚は4番手です。5番の伊藤博之が続きまして、6番の磯部6番手、まだ隊列動きがありません。8番の吉田優也、7番の鈴木明夫。レースは残り半分の3周回、1番の花田ペースに乗ったか、2番の松村なかなか迫れない、3番手は4番の西久保、そして3番の戸塚茂と3番手4番手の隊列も変わりありません。重犯勢なかなか追えません。6番の磯部が現在5番手か。1番花田のリードは6写真7写真まだまだ大きくあります。残りは2周回、初勝利へ迫ってきた。2番の松村、4番の西久保、そして3番の戸塚と追っていきますが、差は開きました。これは1番花田セーフティーリードか。2番手は2番の松村が粘って、4番の西久保、3番戸塚、そしてその後ろは6番磯部となっています。青旗振られてファイナルラップ、花田和樹初勝利が見えたか。2番の松村2番手、4番の西久保3番手、その後ろ8番の吉田優也が上がってきました。先頭1番の花田和樹、デビュー7戦目、周華連が大好きなオートレースの舞台でリズミカルにダンサブルにスタイリッシュに逃げ切ってみせた花田和樹、初勝利。花田和樹がやりました。デビュー7戦目でオートレーサー人生初勝利です。後続を大きく引き離したまま寄せつけず、今日は完勝でした。嬉しい嬉しい初勝利、花田和樹挙げています。2番手は2番の松村、3番手は4番西久保での入選となっています。1番2番4番での入選順、お手持ちの投票券確定までお捨てにならないようお願いいたします。以上3レースでした。
3レース確定いたしました。1着1番花田和樹、2着2番松村誠、3着4番西久保秀幸、1番2番4番で確定いたしました。払い戻し金です。2連単1番2番1000トンで80円2番人気、2連複1と2の組1000トンで70円5番人気、3連単1番2番4番で8580円22番人気、3連複124の組み合わせ4820円25番人気、2連単1番2番1000トンで80円、2連複1と2の組1000トンで70円、3連単1番2番4番で8580円、3連複124で4820円。その他の掛け式はご覧の通りとなっています。3レース勝ちました花田和樹選手、1着競争タイム 3.519 でした。花田和樹選手が一番人気に応えてのオートレーサー人生初勝利となりました。いやーよかったですね、おめでとうございますっていう感じですよね。花田和樹初選手の初勝利のレースでした。1番の花田勝樹、デビュー7戦目、中華連が大好きなオートレースの舞台でリズミカルにダンサブルにスタイリッシュに逃げ切ってみせた花田勝樹初勝利。第3レースの結果です。1着1番花田勝樹、2着2番松村誠、3着4番西久保秀幸。払い戻し金はご覧の通りとなっています。では見事1着を決めた選手ご紹介します。この方です。初勝利となりました花田和樹選手です。ゼロ戦、そこから6周回見事に押し切りました。その名の通り一番に輝いた走りを見せまして初勝利を収めました。その競争タイムは 3.519 です。これで通算勝利数は1勝目。8月21日、この日は忘れられないかもしれないですね。そうですね、はい、でもまだ始まったばかり、これからどんどん重ねていくでしょうね。ぜひ皆さんもこれからも注目してください。1着おめでとうございました。おめでとうございました。